あんたなんか殺してやる、殺してやる。やめてください。おさん。うん。何をしてる、やめろ。皆さんこんにちは、キリアです。金田一少年の事件簿3、青龍伝説殺人事件、続きをプレイしていきたいと思います。前回南川に話を聞き終わったところですが、そしたら房子がこの理恵に向かって殺してやると叫んでいて首を絞めている。これは何があったのでしょうか。邪魔しないで話してよ。理恵さん大丈夫？はい。どういうことなんだ。泣いてないで、彼女を殺そうとした訳を言ってみろ。情緒不安定すぎる、この人。相原さんは本気で私を殺そうとしてたわけではありません。え？ちょっとしたことでカッとなっただけです。ちょっとしたこと？私何も知らずに。相原さん本当にごめんなさい。なんだ？リエちゃん！真田さん！何があったんです？こりゃどういうことだ。真田さん。え？この一件、あなたに関係があるんでしょう。なんだ、二股とか。おい、金田一。どうして真田君が。ただ、なぜそれがわかる。今までの相原房子さんの、リエさんに対する態度と、俺はどうも気になっていたんだ。とりあえずここは北条さんと城山さんに任せて、真田君、話を聞かせてもらえるね。はい。では僕の部屋で。ほう。僕が悪いんです。相原さんがそれほど思い詰めているなんて知らなかった。訳を聞かせてもらえるかね。相原さんは高校時代美術部の先輩でした。高校に進学した当時、僕の絵を見て才能があるって可愛がってくれました。でも3学期の時、相原さんはお父さんの仕事の都合で東京に越して行かれたんです。それからも手紙や電話が何度かありました。特別な付き合いをしていた？いえ、僕はそんなつもりなんて全然なかったんですが、高校を卒業した僕は東京の大学に入りました。大学3年の春でしたか、原宿でばったり相原さんと出会いました。それから何度か食事をしたりして、僕としてはいい先輩の女性ぐらいの軽いつもりで付き合っていたんです。でも彼女は違った？そのようです。まさかリエちゃんに食ってかかるなんて思いもしませんでした。はあ。君は今北条理恵さんと？ね、将来は彼女と結婚したい、そう思っています。真田はもう普通に理恵とだけ付き合っていて、そして、房子に対してはもうただの先輩後輩の間柄というつもりでいたけど、房子はそう思っていなかった。結婚？そんな。いやいやいや、そこ別にいいじゃん。どうした金田一。あ、いや続けてください、真田さん。これは僕の方が勝手に思い込んでるだけかもしれませんけど。そのことに気づいた相原房子が嫉妬して、僕がアルバイトでここに来ていることを、そして理恵ちゃんがこのホテルで働いていることをどこかで知ったのでしょう。理恵ちゃんを見て思わずカッとなったのかもしれません。まあ様子から見て計画的ではなさそうだ。知りませんでした、相原さんがそんな風に僕のことを考えていたなんて。彼女の気持ちをわからなかった僕が悪いんです。刑事さん、彼女は罪になるんでしょうか。おそらく問題はないでしょう。北条理恵さんも訴える様子はなさそうだし。そうですか、よかった。
まあ気持ちが落ち着けば二度とあのようなことはないと思いますがね。もちろんです。真田さん、見たところあんたなかなかハンサムだ。どうした剣持ち。はあ、まあ女性との付き合いには注意するに越したことはありませんな。はい、気をつけます。お騒がせしました。なあおっさん。なんだ、何か気になったことでもあったのか。ああ、今度の殺人に関わる何かを感じたとでも。そんなんじゃない。ん？ハンサムなんて言葉今時誰も使わねえと思うぜ。ああ親父くせ。これ、1999年なので19年前のゲームですけれども、19年前もハンサムが古臭いのか。よけろせで。じゃあ俺部屋に戻るわ。ああそうかよ、俺はロビーにいるからな。今ならイケメンで。おお。さっぱりした。思わぬサービスショット。あん、ドキッ。色っぺと、それどころじゃなかった。え、金田一がそれどころじゃないとか。何というか、みゆきもその格好で普通にもう一度絞り込んでみようと思ってさ。なんか恥ずかしがったりとかしないのか。てか同じ部屋で2人で泊まるっていいのかこれ。でまあそんなことより、田中に恨みを持っている人物は、田中に恨みを持っているのは、まず村井さん、篠原さんもまあ恨みに入れていいのかな。そして南川でも恨みではないですよね。財宝の情報が怪しい、うさんくさいと思っているだけで恨みではないはず。そしたらこの二人でいいのかな。理恵と田中も何か関係ありそうとは言っていたけど、どんな間柄なのかが全くわからないですもんね。とりあえずこれで。田中さんに恨みがあったのは村井俊幸、篠原金蔵、それに南川泰造でしょ。南川も入るのか。ああそうだった。だけど犯人はナタの一撃で首を落としているんだ。こんなことができるのは力の強い男しか考えられない。単独犯行だとすれば。単独犯行だとしたら実現可能なのは、そしたら若い村井か大柄な南川なのかな。ただ村井も細いですもんね体が。そしたらあれこれん、あれ村井と篠原変えられない。あ、これ追加で選んでる形なのか。そしたら男を入れればいい。星山さんはもうかなり年寄りっぽいですけど、それでも元警察官ならできるのかな。とりあえずこれでやってみましょうか。犯人は力の強い男なんでしょ。はい。ああ確かにみゆきの言う通りだ。ん？あ、そうそう。ん？なんだ？ん？ずっとこの格好で喋ってたのかみゆき。はじめちゃん、相原ふさこさんってね、かわいそうな人なのよ。かわいそう？なんだって？相原さんよ、ロープウェイで一緒になった。ああ、わかるよ。はじめちゃん知ってるでしょ？真田光一って人。そりゃ知ってるよ。ホテルのアルバイトの。そう、あの人。相原さん、彼とずっと付き合ってたんだって。そうか、金田一と剣持が、南川さんのところで話を聞いている間に、みゆきは相原さん、ふさこさんと話をしていたのか？らしいな。へえ、どうしてそんなこと知ってるの？まあいろいろあってね。なんだ、何があったか知らないけど、彼女大学生でお金のない真田さんに随分貢いだらしいわよ。あ、そんなことまでしてたんだ。へえ。真田は自分に不都合がありそうなことはあえて言わなかったのか。デートのたびにおごってあげたり、お小遣いをあげたりしてね。
半年ほど一緒に暮らしたこともあるんです。あ、なに、え、そんなに、そんな仲だったの。え、彼女、結婚するつもりでいたらしいの。みゆき前かがみになってきたぞ。ところがね、真田さんには別に好きな人がいて、しかもこの下の青いウィンドウを消せないのかな。その恋人と結婚の約束までしていたのです。みゆきかわいい。じゃじゃーん、それが誰だかわかる。それはリエさんですけど。え、本当かって驚く人なんだけどな。北条リエさんだろ。やだ、なんで知ってるの、つまんない。こりゃまずい。どうしたの、はじめちゃん。鼻血が、いや、俺、ちょっと。ん、なんまあ、もともと金田一ってこういうお色気シーン結構ありますけど、このゲームもだいぶ押してきますね。おっさんに話があったんだ。おっさんのところに行ってくる。ああ、じゃあ、私、プレジールに行ってくるから、後で来てくれる？あの、カジノのところか。ああ、わかった。じゃあ。このバスタオルが剥がれそうなの。この、向かって左側の、バスタオルがちょっとめくれそうなところが、いいな。変なの。ん？どうした？興奮して眠れなくてさ。なんか色合いが変わっているぞ少し。うん、俺もだ。犯人像が絞りきれん。まいった。え、あ、そうだよな。俺も。ん？あ？どうした？女性の悲鳴が聞こえたような。気のせいじゃないのか。いや、聞こえました。だといいんだけど。人が、お、遊戯室で人が死んでいます。なんだと。なんだって。みなみかわ、大丈夫か。子供のショック大丈夫か。頭が死んでいる。殺されたばかりのようだな。みゆき、どういうことなんだ。廊下で会った相原さんと野口さん親子と一緒にゲームをしにここへ来たら、この人が血まみれで。ふさこも一緒だった。それで私が警部を呼びに走ったってわけよ。みゆきはずっとここにいたのか。ええ、野口さんが気絶しかかったので。その間何か異常は。何にも。いや、もう嫌。奥さん落ち着いて。京子、どうした、何があったんだ。あなた帰りましょう。こんな呪われたホテルにいつまでもいたくないわ。ああ、帰ろう。明日の朝一番で帰ろう。どうしてこんなことって。嘘よ。マリさん、どうしたの。何か関係ありそうでしたもんね。マリと南川は誰がこんなこと。マリさん、どうしたんだろう。金田一、死因が分かったぞ。南川は遊戯場に入った時、何者かに背後から声をかけられて振り向いた。その瞬間、鈍器のようなもので殴られたと思われる。おっさん、俺も少し調べていいかな。うん、お前ならいいだろう。ただしむやみに触れたりはせんようにな。ああ、気をつけるよ。これってまた調査ができる。とりあえず手当たり次第に。これはスロットマシーンだ。かなり本格的なものらしい。スロットマシーン。
シャンデリアがあってこれもスロット。不審な点はないようだな。ん？どこにも不審な点はないようだな。何かカーソルがあったけど特に何も関係ない。不審な点はない。ビリヤード台だ。ビリヤード台。そしてこれが南川が倒れていたルーレット。ん？これは。なんだ？もう少し詳しく調べよう。ここにも血が。ん？この6の数字に血がなすりつけてある。これはガイシャが意識的につけたものだな。偶然についたものとは思えんぞ。6とプー。あのプーはなんかプー以外にも見えそうな感じでしたけど、6とプー、こっち、おっと、監視カメラ。これは監視カメラだ。犯行がビデオテープに記録されているかもしれないぞ。監視カメラの映像を見れば犯行の様子がわかるのか。調べられ、あ、こっちにもある。急いでビデオテープに記録された内容を確認しなくちゃならんな。ちゃんと記録されてるといいけど。他には、一周戻ってきたけどそんなに何かありそうな感じではないか、これ以上は。そしたら終了しましょうか。とにかく死体を移動せねばならん。誰か手伝ってくれ。そういう仕事はごめんこむりたいな。僕が手伝いましょう。あの長い椅子で運ぶか。あれは、うわ、監視カメラ。うん、さっき調べましたね。ちゃん、どうしたの？何の匂いだろう。匂い？え？何か匂いがする。そうかしら。気のせいじゃない？そう言われればワックスのような匂いが。ワックス？ワックスのような匂い。そしたら今回はここで一旦終わりにしましょうか。これからどうなっていくのか。第二の事件が起こったところですが、まず監視カメラの映像を調べて、同一犯だとしたらどうなんだ。6って何かあるのか。ルーレットってあんまり詳しくないんですけど、6黒6黒6、上から読んでも下から読んでも同じとか、そんな人でもいないですよね、容疑者の中に。あと宿泊室にも6のつく数字の部屋に泊まっている人は誰もいない。で、今説明書を見たんですけど、ここの登場人物の紹介のところで、野口隆一郎、子供、野口一家の子供が6歳。あの男の子が6歳ですけど、でもこれ関係ないさそうですよね。まあとりあえず今回はここで終わりにしましょう。鋭い人ならもう犯人分かってたりするのかな。私には全く分かりませんが、この続きはまた次回やっていくことにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。